いじってシンプルに言うと画面を壊してるって言うんですね。おー分かりましたよ。身体感覚につながると面白いですね。これ今回せないんで分かりました。あのフィードバックでこっちがそうに回らないんですよ。ああそういうことか。そう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 。なるほどなるほど。うん、面白い面白い。うん、これワンオブ一番最初。こんにちは。これ今350本の、ええ、あの筒をランダムにこう配置して、ええ、で一個一個の LED がこの中に入ってて、で間接照明みたいな感じのものを、あの普通映像のこうインスタレーションみたいな LED の光が光源が、そうですね、見えちゃう、見出しに見えるんですけど、なるべくここは見えないように、柔らかい、あの LED の光をいかに柔らかい自然光に近づけるかっていうのを、なるほど、挑戦した。あ、これを作られる、あ、そうです、はい、これいくつですか。あ、ね、40っす。あー、じゃあよかった。25だとそうですね、これぐらいですね。トムさん今見えられたんですか、向こうのパーティー。いや、向こうのパーティーずっといて、どのタイミングでこっち見に来ようか。ゆっくりしてる。そうですね。ありがとうございます。これでも色が綺麗ですね。これってなんか RA いくつとかってわかります？ RA って何ですか？色再現性みたいな LED の。わかんないです。これと結構綺麗な、ね。そうなんですよ。で基本的に色再現性がもう、後ろはもう結構、普通のクリスマスで使うようなテープ LED なんですけど、一回こう間接照明みたいにこう、ぼかすことによって、一個一個の LED の光をここでこう混ぜるというか、だから青と赤の中間みたいな色が勝手に混ざって出るんですよね。なるほど。だからそれがこう、より自然光に近い、LED の光って256しかないんですけど、ここの、RGB の真ん中が、意図しなく綺麗に出るっていう。なるほど。だからそうか、デジタルの光で電気的な LED のこう光がもう、写真とか音楽もそうなんですけど、デジタルにするとこう抜けるところがあるじゃないですか。とか解像度がこう低くなってく、微酸化サブになっちゃうんですけど、それをこうアナログに戻すというか。なるほど。でハイレゾと音楽の場合だとハイレゾでこう、どん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 こう解像度を上げていって滑らかにしていく作業があると思うんですけど、写真もそうで、すごい 4K とか 8K とかになってくる。これは逆にこう LED のピッチ数で勝負してなくて、柔らかい自然光に近づけるたびにこの素材を、なるほど、普通ここ筒って映像の人たちって白く塗るんですよね、映像をきれいに見せたい。ああそうですよね。だけどこれをわざと木の木目を残して出るように、だからこう柔らかいこう繊細な光。これ普通に売られてる市販の LED。 あ、もうそう、もうめちゃくちゃ安いですこれ。直流のあれですよね。そうです、もう本当に、ね、やっぱもう直流すごい大事してるの。もう今いかに直流の電源が大事かってことを広めてくれて、そう、もうフリッカーがもう本当邪魔で。これもフリッカー直流じゃないかな。
フリッカー出ないですよ、フリッカー出ないですよ。フリッカーでも、あ、まあ、そう、あ、だけどそうなんですよ、これ一回当ててるからあ、あそうか、反射光だから、反射光だから結局太陽の光とかって人間あんま見なくて、そうだからあのもうちょっとこう日本的に障子とか、そうなんです、 LED 直でやるとフリッカーが出ちゃうんですけど、これ当ててるので、あデジタルのこう分解されてたやつを一回こう滑らかにこう連続するような役割で、でも LED でも直流電源だったらフリッカーにならないですよね。ならないですか。うん。あ、もうそこまでよく使ってる。いや、あの、ほら、結局交流の 50Hz とかあるので。あ、もう行ったり来たり波になってて。そうそうそう、あれが原因なんで。これちょっとこう、インタラクティブに動いてて。あ、ほんとだ。すごい。なんかこう、間接照明が柔らかい、こう、光なんだけど、あっちで、あの、インタラクティブで。へえー、この辺はすごい面白いな。確かに、なるほど、すごい綺麗な柔らかい電気になるほど。でこっちは逆に今センサーがあのこっちが影になるようになってて、人が影が、あの実際の影映らないですけど、映像でわざと影が、なるほど、ああ本当だ、へえー、人だけ確かに面白い、普通だとなんかこう本当の光で影ができるんですけど、なんかちょっとだけ映像に入り込むといいな。なるほど。だから影のモードと光が多いモードは時間で時間そう変わってる。なるほど。菅野さんの話がすごい理解がめちゃくちゃある。すみません、ありがとうございます。はい、次あのそうですね。はい。やっぱりいいね、こういうダンス。そうですね、若い感性。若い、あ、本当に若い感性。これは誰ですか？でも全部見たんですか？Thank you.